羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、メンハンスリープ、羊を数える会。今回の羊を数える会、チャンネル登録者数100人記念ということでですね、このような形で普段撮っているよという会になっております。そうね、ということでまずチャンネル登録者数100人ありがとうございます。ありがとうございます。やったやった。そしてですね、まあ100人を記念して、なんか自己紹介をしようと思ったんですが、はい、まあ我々が自己紹介を知ってもですね、あまり意味がなかろうと、あまり意味がなかろう思うので、ですね、Spotify のプレイリストを作りましょう。ほう、なるほど。5曲ずつ。5曲。うん。僕とネムキュンが5曲ずつ選んで、10曲のプレイリストを作って公開しましょう。はい、5曲。5曲。なんかテーマを決めて5曲がいいな。へえ、絞れるかな。頑張ります。はい、影響を受けた5曲ということで影響を受けた5曲そういうものを作っていきましょう。はいはいはい。そして次の目標人数はですね、ここは大きく1000人と1000人、大きい目標ですなさせていただきましょう。はい、1000人ね。1000人。うん、まあおそらくまあ、300人とか500人とかの段階でまた何かしらの記念イベントが開催されると、そうね、思っています。まあまあ1000人、あとあと今日の段階でですね105人の方が登録してくれているので、895人。895人、すごい大規模な膨大な数だね。895人登録してくれたら、嬉しいですね。という嬉しいですね。目標の到達するよっていう話。そうだね。ライブもしたい。1000人いったらライブ、ね、で、この間ツイッターでもちょっと書いたんだけど、なんかね、遠征したいですね。遠征。まあコロナ1000人になる頃にはもうコロナ収束してる可能性もあると思うんだけど多分してるね。ですね、北海道と福岡に行きたいなと。福岡いいね思っております。イエーイ。メンハス遠征ライブを1000人になった暁には開催するという。東京はないんですか。まあ、東京はね、やってればいつか東京でライブすることはあるでしょう。そうね、我々は東京の人間なので、東京勢なのでそうね、結構地方の方も聞いてくれてますね。うん、そうですね、コメント欄を見ると全国津々浦々聞いてくれてる方がおられるっぽいので、地方に、あえて地方に行く。名古屋とか大阪とかもね、呼んでもらったら行ってみたいな。大阪ね。大阪とか名古屋行きたいっすな。遠征ライブを、まあその頃にはきっとアルバムとかもできてですね、レコハルツアーみたいなのを銘打って出かけられるんじゃないかと楽しみですね、思っております。ということでですね、まあ今回は100人記念で、そろそろお前ら誰だっていう人たちも出てくると思うのでそうね、改めましてメンハスですという、メンハスですはい、話をやっていきたいんですが、メンハスの結成された話みたいな。メンハスの結成された日は、結成日は今年の1月、大晦日か。1月。1月1日ですね。ほう。すごい縁起いいよね。いいね。そう、2021年の
1月1日にですね、はいはい、奥の方が、まあ、メンバー募集サイトにですね、まあ、今までずっと一人で音楽を作ってて、うん、まあ、ロム東京っていうオシャンなやつ、そうオシャンなやつをやってたんですがまあなんかそろそろ日本人のボーカル欲しいなと、日本人のボーカルそうそう思っていて、あのメンバー募集をね、うん、多分1月1日に出したんだと思います。まあ正月で暇だったからね、うん、そうね私も正月暇だったの、うん、でそこに応募してきたのがまあ何人かいたんだけど、うん、その中でまあそれぞれみんな音源を上げていらっしゃったので、うん、聞かせていただいて、選ばれたのはネムキュンでしたっていう話なんですけど、あーイエーイ、あーということですね、うん、メンバー募集サイトね、うん、あのいつかあのメンバー募集サイトをこうやって使うといいよっていう動画を作りたいんだけどあれ難しいよね結構、うん、メンバー募集サイトねやっぱ難しくて、うん、そのやっぱりねいろんな人いるから、うん、本当にこう趣味が合わないとか、こう年が離れすぎているとか、うん、あるね、うん、めちゃめちゃある。あとねこう何気に僕は結構気を使うのは、まあ、女性のボーカルを取りたいんだけど、うん、その、まあ、現実で会わなければいけないっていうのがね僕としては結構ハードルが高かったそうね、なんかうんコミュ障でしたねすごくコミュ障な人でしたね第一印象。違うんだよなるほど、人見知りなんだよ。うん、だいたい一緒ですね、まあ、ということが、うん、すごくハードルが高かったなと思っているんですが、うん、ハードルが心のハードルが高いそうか、うん、どうでした？なんか、うん、でもともと昔もやってたんですけど、アワーサウンズ、うん、なんか最初の方はどう使っていいか分かんなくて、うん、とりあえず誘われるじゃないですか、うん、こうスタジオ入りませんかとか、まあ行ってみたりはしたけど、まあなんか自然消滅的なの多かったね。結構こう曲を作りましょうよりもなんかとりあえずなんかカバーしませんかとか、あとなんかベース決まってるのでとりあえず3人で話しませんかとかはよくあったなるほど、うん、しなんかこう行ってみて違うなってなっても、まあ、その場だとあんま言い出せないじゃない、うん、気まずくて、でまあ持ち帰りますってなって、まあ、なんになるパターン多いね。うん、その点ね、なんかあの1月4日から仕事だったから、ちょっと3日にスタジオ入ってもらえませんかっつって、3日にね、ね、1曲作り上げるという。うん、作ったね。歌詞2日ぐらいで書いたもんね。うん。1曲出来上がったんよね。うん、没曲。そう、没曲。いや、今聞くとね、なかなかにひどい出来なんですよ。まあそうね、そうだけどね。まあいつかほら、改造して。ああ。2000何年バージョンみたいな感じで、なるほど、出すのよみがえるんですね伝説の1曲目がそう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 、まあそういうこともあるでしょう、あるでしょうあるでしょう、うん、あそしてね、あの普段僕たちはあのオリジナル曲を、まあ、基本的には作っていて、そっちを聴いてもらいたいんだけど、うん、まあ、カバー曲の方もね、うん、週1ぐらいのフェースで出してますね。出してまして、この間マヌルネコ、うん、マヌルネコの曲があのプチバズしまして、プチバズしてたくさんの方に聴いてもらえたという、うん、うん、嬉しいですね。嬉しいね。なんかツイッターコン見てたけど、だいたいアイコンが猫の方がいいねをくれるから通知が全部猫なんですね。猫猫猫猫猫から通知が来てる。そう、だいたい猫の飼ってる人とか、うんうんうん、ね、那須動物王国がのさんがリツイートしてくれたから、多分フォローしてる人がバーって見てくれたと思うんですけど、うんう
じゃあ今の登録チャンネル登録してくださっている方の中には、うん、猫ファンの方が多い可能性があるという。私も猫ファン。そうね、ミルクとマロンという猫を飼っておられるという話は、うん、飼っておられますな。2回目ぐらいの羊を数える回で話していた話、うん、話していた。うん、猫ファンの皆さんもぜひメイハスを猫に聞かせてやってください。重いな猫にとってちょっと重いかもしれん。猫重いかな。うん、なんか猫っぽい曲をね、猫っぽい曲がいずれできる。猫に向けた曲を猫に向けた曲ちょっとわかんないな猫に聞かせる曲猫曲、猫曲ができるうんうん。そしてね、メイハスは普段こう宅録を、うん、宅録してます、するスタイルになっていて、まあレンズを作る場合はとか曲を作って、まあ、ギターなりベースなりを録音する場合があれば、うん、この場で録音し、そしてボーカルを眠気に来てもらって、うん、ボーカルもここで撮り、動画も撮り、うん、そして動画が出来上がる制作スタイルになっています、ね、スタジオになりましたね。ここはもうスタジオですね、うん、録音しすぎてね、生活に必要な道具を置く場所がないのでシンプルだね、うん、シンプルだね、うん、白い部屋なんだけど、ね、白い部屋、白い部屋で全てが行われているという。おしゃれおしゃれおしゃれなのかおしゃれ。まあ宅録のね仕方の動画みたいなのもきっと後々作るのかな、うん、わかんないけど需要ありそう。そうだね、うん、なんかその歌ってみたの人たちがよりステップアップして音質で応援してます、届けられるようにちょっとやり方なんかを共有できたらいいかなと思っております。頑張ってください。はい、はい、ということでですね、最近ハマっていること、最近ハマっていること、うん、なんかあります？あ、お風呂の中に入浴剤を入れるのにハマってます。お風呂の中に入浴剤を入れるっていうのはさ、お風呂以外に入浴剤を入れることがあるないそういうことではない、そういうことではないんですけど、ラッシュの、うん、キラキラしたやつ、キラキラしたやつ、泡風呂じゃなくてこう溶かしてお風呂にシュワーって溶けるタイプのやつ、うん、伝わります？ちょっと伝わってないけど、ちょっとググって画像を画像が多分ねこの日そう、なんかこういろんなのがあるんです、ラッシュって。うん、泡タイプと、うん、まあ一回使い切りタイプの、うん、こうシュワーって溶けて色がつくやつ、うん、でこれをラッシュのお店に買いに行くんですよ、うん、で原宿にあるんですけど店舗が、うん、そこがめっちゃすごくて、なんかアプリを入れるのね、うん、でそれを画像カメラ、うん、でそのラッシュの商品写すとどうやって溶けるかっていうのが見れるの。商品を写すと見れるの？そう、商品のこうバスボムあるじゃん、こうやって置いてあるじゃん、うん、これをスマホで撮影する、うん、でその商品が出てきてクリックすると何色に溶けるかとか見れるんですよ。まあだからまあなんだろう、まあでも楽しみにしたい人も多分いるよね入った時の。でも私は結構見たいので見ました。風呂の色、お湯の色が変わるあ、そうそうそう、お湯の色も変わる、うん、まあ、豪華なのこうキラキラしてるピンクとか、うん、なんか虹色だったりする、うん、表面が表面が虹色ちょっとググってこの辺に出しておきます、ね、物体がね、何これ、マスボム自体が可愛いんですよ、ウサギの形とかキラキラしてるの、とりあえず。なるほど、まあ、ちょっとググって出してください
そう、それはね、ハマってる。見てる人もね、半分くらいはね、あほんって感じだと思うから、ちょっと。出してください。すみません、はい、日本語力がちょっと欠如してるんですけど、うん、それにハマってます。なるほど。それはさ、なんかその風呂に入るとなんかいいことあるんですか？なんか心が綺麗になる。なるほど。心が綺麗。なんかよく眠れます。なんかそういう話じゃない？よく眠れるかもしれない、確かに。なんかお風呂に入る時間長くなるかな。うん、こうめっちゃ温まるし、よく眠れます。なるほど。なるほど。はい。視聴者のリスナーの皆様もぜひ。ぜひ。うん。ぜひ買ってください。買ってください。そうか。それはラッシュの原宿店ということ。うん。まあ原宿じゃなくてもいいんですけど。うんうん。青いやつがおすすめ。青に。いろんな色の線が入ってるやつがおすすめです。青いやつ。うん。じゃあ青いやつがここに入れてると。そう。キラキラになる。はい。はい。なるほど。なるほど。ということでちょっと難しい話でした。難しくない。難しい話でしたが。めっちゃ簡単やで。はい。はい、はい、まあ、ということでですね、うん、今週も羊飼いをお送りいたしました。はい、どうなんだろうね、今週どうやって羊を数えてるのかちょっと想像つかないんだけど、うん、羊どうやって出てくるんだろう、このリアル開催、羊飼いリアル開催どうすか、それはお任せします。リアル開催喋りやすいですか？うん微妙な反応。うん、そうね。じゃあ今後も羊飼いリアル開催が行われる可能性はある？ある、たまにね。うん、毎回は、うん、毎回はちょっと、うん、違いますね。うん、難しいかもしれないけど、うん、ぜひ今後も羊飼いを楽しみにしていただけたらなと思います。思っております。うん、ということでですね、うん、チャンネル登録とはい、はい、いつもの話、そういつもの話、チャンネル登録と、まあ、高評価はね、うん、他の歌ってる動画にしてほしいけど、そうだね、高評価あとコメントをですね、うん、コメントいただけるとコメント返しをしますので、しますね、ライブこれでやるよね、ん、羊飼いでもやるよね、うん、うんうん、ぜひお願いしますということで、はい、今夜もおやすみなさいのお時間が迫ってきましたそうだね、ではおやすみなさいコールを眠気の方おやすみなさい